街の人たち全員に話しかけることを目的に進めてるんだが、意外とアビリティや魔法の情報が少ないよな。確かにそうね。膨大な要素が存在するけど、得られない情報がかなり多いわ。もしかすると、今でも私が知らないことだってあるかもしれないのか？繰り返し遊んでいても、情報として知らないと気づけない要素は多いからね。なんだか不安になってきたし、初心者が気づきにくい要素を教えてくれ。だったら今日は、FF5 の初見だと気づけない要素を紹介するわね。よろしく頼むぜ。それじゃあ、ゆっくり見ていってね。最初に紹介する初見だと気づけない要素は、知れば知るほど便利な青魔法の有用性よ。確かに、青魔法の強さは初見プレイヤーには伝わらなさそうだ。青魔法は敵の攻撃をラーニングすることで使えるようになる魔法なんだけど、どの場所に出現する、どのモンスターが、どの青魔法を使ってくるかがわからないと、そもそも習得することすら難しい魔法なのよね。最序盤の青魔法であるエアロやゴブリンパンチとかですら、クリアしたばかりの風の神殿に戻らないと覚えられないんだよな。しかも青魔法を覚えるにはラーニングのアビリティが必要だから、青魔導士あるいはアビリティをセットしたキャラが攻撃を受ける必要があるのも、難しい部分よ。知らないうちに覚えていたっていう現象も起こりにくい仕様になってるんだよな。買うだけで使えるようになる黒魔法や、入手イベントが用意されてる召喚魔法と違ってね。初心者の館の2階で簡単な解説を聞くことができるんだけど、それだけだと理解するのが難しいわ。その分、他の魔法よりも個性的で強力な効果が多くなってるのよね。むしろ個性的すぎて使いにくい魔法も多いんだけどな。例えばアクアブレスは、砂漠属性を持つ敵に特攻効果があるから、ボスのサンドボームに有効だし、レベル5ですはアダマンタイマイなどを即死させることができるわ。ボスですら一発で倒す方法があるのは FF5 の醍醐味だよな。他にもラーニングに工夫が必要だけどホワイトウィンドウを覚えられれば、味方全員を使用者の現在 HP 分だけ回復させる、白魔導士のような役割を担えるようになるわ。攻撃は黒魔法で行い、回復は白魔法で、補助は時空と、魔法アビリティってカテゴリーごとに方向性がある程度決まってるけど、青魔法は攻撃、回復、補助が全部高水準で扱えるのが強みだよな。最終的に覚えられるマイティガードに至っては味方全体にシェル、プロテス、ヘイストと、白魔法と時空魔法を一度に使うような強力な魔法だからね。最終的には青魔法だけで良くなりそうだな。青魔法は連続魔に対応していないから、他の魔法アビリティが劣化になることはないけど、それ抜きでもアビリティ一つでマルチな活躍ができるから、他にはない強みがあるわ。他の魔法アビリティはレベル制なのに、青魔法はその制限がないのも便利だよな。だから青魔法は魔力ボーナス目的でセットするアビリティとしても優秀なのよ。例えばカトンの術などの魔力依存の攻撃を強化したいとき、半端に黒魔法レベル1をつけるより、青魔法の方が強いボーナスを得られるわ。そこもレベル制じゃない青魔法の強みなんだな。というわけで、ゲーム内での情報は少ないけど、知識が増えるほど強く扱える魔法、青魔法の有用性の紹介だったわ。続いて紹介するのは、ボスですら貫通することができる、状態異常の強さよ。FF5 の状態異常ってそんなに強かったっけ？例えばスローは相手の行動を遅らせることで、戦闘の安全性をはるかに高められるし、強力な魔法を使うモンスターを沈黙にできれば、無力化することも可能よ。でも、そういう状態異常って強敵やボスには耐性があるんだろ？確かに、FF5 にはボス全般に付けられてる通称、ボス耐性って呼ばれてる特性があって、この耐性を持つ敵には割合ダメージや即死攻撃が無効になるほか、麻痺や沈黙といった状態異常の効果時間が大きく減衰するわ。やっぱり、状態異常は使いにくそうだな。でも、このボス耐性を持たないボスも結構な数が存在していて、ビブロスやラムをはじめ、アダマンタイマイとかキマイラブレイン、終盤のボスだと大開口のボスやジュラエイビスあたりがボス耐性を持っていないボスになってるわ。つまり、こいつらにはデスクローとかグラビデが効くってことか。他にも沈黙の例として、ビッグブリッジのギルガメッシュ戦でプロテスやヘイストを無効化。次元の狭間のボスカロフステリに至っては魔法しか使わないから、完全に無力化できるわ。終盤のボスにもそんな致命的な弱点があるのか。他にもアトモス、メルジーヌ、ストーカーにはスリプルなどの睡眠が有効で、FF5 では物理攻撃をしない限り睡眠は解除されないから、魔法で戦えば貫通できるわ。
通に戦うと厄介なボスなのにスリプルで無力化できるんだな。特にバリアチェンジが厄介なメルジーヌは、初期弱点が炎で固定だから、スリプルで眠らせてからファイガーを浴びせ続ければ簡単に倒せるわ。ライブラでいちいち弱点を調べる必要もないから楽になるな。孤島の神殿のストーカーは、分身の中に混じった本体を見つける必要があるギミックボスだけど、ダメージを受けた時のカウンターで偽物と入れ替わる行動が挟まるまで、実は全部が本体扱いだから、開幕で4体全てを眠らせれば、どれを攻撃しても倒せるようになるわ。状態異常一つでギミックごと行動を封じられるボスが結構いるんだな。それから敵に対しては実質即死である石化も効く相手がかなり多くて、バル城地下で戦う召喚獣オーディンやリフレク解除状態のカーバンクル、ネクロフォビアのバリアと、ネオエクスデスの右下部位にも有効よ。終盤どころかラスボスの一部位にも有効とは侮れないな。魔法剣ブレイクは当たれば確定石化だし、召喚獣カトブレパスは命中が高いから、効く相手を知っていれば楽に勝てることを覚えておくといいわよ。状態異常で楽をするのも、FF5 らしい攻略法だな。というわけで、致命的な弱点をつけばボスのギミックすら封印して勝つことができる、状態異常の強さの紹介だったわ。次は、コンプリートさせる気がみじんも感じられない見つけにくい宝箱よ。そういえば FF5 には宝箱回収率という要素があったな。発見そのものが困難な宝箱は序盤から仕込まれていて、例えば船の墓場のフレイル。この宝箱はスタート地点からすぐ下の飛び石の先にあるんだけど、途中で道が途切れていて、行き止まりでしばらく待っていると飛び石が出現して、渡れるようになってるわ。出口付近の仕掛けみたいに、スイッチ代わりの宝箱を開けたら、とかじゃないのか？船の墓場は第二世界に行くと入れなくなるダンジョンでもあるから、ここを見逃すとコンプ不可ね。最序盤からもうすでに罠が仕掛けられてるんだな。他にはカーウェンの町にある氷のロットが入った木箱の場所も、高架に隠された道の先にあるから、初見だとなかなか気づきにくいものになってるわ。入手できれば強力な武器だから、巧妙に隠されてるのかもしれないな。それから宝箱がある、対空城の右の外れにある塔への入り方も見つけにくいわ。特別な仕掛けがあるとかじゃなく、単純に通り抜けられる壁があってその先に行けばいいんだけど、アビリティ隠し通路でも見えない通路だから、勘が鋭くないと発見できないわ。隠し通路を見つけるためのアビリティがつかない隠し通路とは厄介だな。宝箱といえば、カルナック城の宝箱も入手が困難なものに入るわね。あ、そうか、時間制限付きの状態でしか取れないからか。特に長い道のりの先に行かないと手に入らないマインウォッシュ、エルフのマントは、時間に焦らされてる初見だと見逃しちゃう宝箱筆頭ね。露骨に時間を消費させるための長い通路があるんだよな。他にもノーヒントだと見つけにくい隠しアイテムとしては、バル城の外観にあるグレートソード、お堀の先に隠されてるんだけど、ストーリーで裏口として使われる場所のマラクに位置してるわ。目ざといプレイヤーなら発見できるだろうが、知らないと見つけられなさそうだ。ちなみに、やり込んだプレイヤーでもなかなか発見できない宝箱があって、孤島の神殿の壁にレバーが2つある小部屋の中には2個の隠し宝箱があるのよ。え、こんなところに宝箱があったのか？場所は部屋の出入り口の両脇で、中身はハイポーション、プロテスドリンクと価値は低いけど、宝箱回収率 100% を目指す場合は、間違いなく壁になる宝箱ね。明らかに 100% 阻止のための意地悪な宝箱だな。あと、FF5 最強武器であるチキンナイフが手に入るムーアの村の宝箱。これも初見プレイヤーだと発見は困難でしょうね。ムーアの村は第二世界から入れるマップではあるけど、チキンナイフ、ブレイブブレイドがもらえる場所は、第三世界じゃないと入れないからな。入り口はいかにも何かありそうな町外れの小屋だから、勘が鋭いなら気づくかもしれないけどね。私はノーヒントで見つけられそうにないぜ。というわけで、目に見えないものから特別な仕掛け、それから制限時間まで牙を剥く、見つけにくい宝箱の紹介だったわ。次は、FF5 らしい入手方法をしてる、現地装備の入手方法よ。現地装備ってギルガメッシュから盗める防具だっけ？正確には3回目以降に戦うギルガメッシュね。最初の方は盗めないのか。まずは現地装備についての説明をするわね。FF5 における現地装備は最強クラスの重装備防具であり、防御力は各カテゴリでもトップクラス。さらに各装備に2種類ずつ、有用な状態異常耐性も備わってるわ。
レア装備にふさわしいスペックをしてるんだな。重さの値もトップクラスだから、フル装備すると行動が遅くなる欠点があるわ。そこはまあ、ヘイスト状態とかでカバーすれば良さそうだな。それで問題となる現時装備の入手方法は、さっき言ったようにギルガメッシからの盗みなんだけど、初見で引っかかりやすいのが、盗むのアビリティをボス戦に持ち込む必要があることね。飼育を入れるか、あらかじめ育ててアビリティをセットするかのどっちかが必要だもんな。どちらにせよ対ボスへの戦力低下につながるから、初見だと抵抗があるセッティングになるわね。ボス戦で強いアイテムが盗めるってことに気づいてれば意識するだろうけどな。そこに関してもギルガメッシュは、最初のエクスデス城での戦闘では盗めるアイテムを持っておらず、ビッグブリッジでの再戦でも店売りの英雄の薬が盗めちゃうから、盗むを多用しててもギルガメッシュはいいアイテムを持ってないと思いやすいのよね。二度あることは三度あるという言葉に反して、三度目から有用なアイテムが盗めるのは意地悪だな。意地悪な部分はそこだけにとどまらなくて、ゼザの戦団での戦いでは普通に現時装備を盗めるけど、真の姿のエクスデス城での戦闘では、最初はハイポーションが盗める設定になっていて、腕がたくさんある姿に変身した後からしか、現時装備が盗めないのよ。その形態って確か、ターン経過で勝手に戦闘が終了するよな。だから、ギルガメッシュがエクスデスに出順で粛清される前に盗む必要があるわ。形態変化後かつ時間制限とは、なかなか厳しい条件になってるな。その次に現時装備が盗めるのは次元の狭間ラストフロアの最初のマップ。ここでギルガメッシュと再会するんだけど、7000以上のダメージを与えると戦闘が終了するから、ダメージを与える前に盗まないといけないのよね。攻撃しなきゃいいだけじゃないか？この頃には文句をマスターしてる可能性があって、スピン、モノマネシを活用してるとカウンターが暴発する危険性があるわ。盗む前に勝手に反撃して戦闘が終わる事故の危険性があるのか。ここに関しては前準備すれば大丈夫だけど、問題は最後の現時装備。ネクロフォビアとの戦闘に駆けつけてくれたギルガメッシュから盗むというのは、初見プレイヤーはなかなか思いつかないでしょうね。そもそも初見だとギルガメッシュが駆けつけることすら知らないだろうし、まさか応援に来たやつから強い装備が盗めるとは思わないだろうな。感動的な会話の最中に後ろから盗み続けるという、シュールな絵面になるけど、これが現時の鎧の正規の入手法なんだから驚きよね。強いアイテムのために状況ぶっ壊すのは、ある意味 FF5 らしく思えるな。というわけで、味方になったギルガメッシュからも必死に盗まなければならない、現時装備の入手方法の紹介だったわ。次は、名前と性能が釣り合わない、伝説の12の武器よ。第三世界は、その封印を解くのに必要な石板を集めるために世界を巡るのが大筋になってるわ。最高レベルの魔法や装備が入手できるから戦力増強が著しくて、FF5 で一番楽しい期間だよな。そんな伝説の武器たちだけど、一つの石板につき武器を3つ自由に解放できるシステムゆえに、どの武器が強いか正しく理解しないと、囲碁の冒険の難易度が激変するくらい違いが生まれるわ。そんなに強さにばらつきがあるのか？例えば、おそらく初見プレイヤーが最初に解放したくなるのはエクスカリバーなんでしょうけど、強そうな名前に反して、聖属性の騎士剣という意外に特徴がないシンプルな武器なのよね。私も初めて遊んだ時はエクスカリバーを最初に入手した気がするよ。他にもアサシンダガー、ホーリーランスといった、地面が強そうな武器は評価が低くて、逆にアポロンのハープ、余一の弓、正宗などが意外と強力なのよ。なんとなく強そうに感じず後に回してたけど、そんなに強いのか？まず、アポロンのハープは幽族とアンデッドに対して8倍のダメージを与える特殊効果があって、レベル1の銀竜詩人に装備させて戦うだけで2000以上のダメージが出るくらい強力よ。普通に遊んでたらレベルも上がってるだろうから、もっと高いダメージになるのか。他にも余一の弓は装備するだけで力と素早さが上がる上にクリティカル率が 30% と高く、ピクセルリマスターだと、遠隔弱点の敵に2倍のダメージを与える特性も加わり、バーサク状態で振り回すだけでカンストダメージを叩き出せる武器となってるわ。特に凝った攻撃アビリティもなしにカンストができるのはめっちゃ強いな。それから正宗には装備者が必ず最初に行動できる特殊効果がついていて、最初にマイティガードで全体強化やトンズラで逃走したり、バックアタックされても、即リターンでバックアタックを解除する戦法も取れるわ。最初に動けるってだけですごく戦略が広がるんだな。あとは属性強化が強力な、ウィザードロッド、賢者の杖も魔法中心なら活躍するし、育ったすっぴんが振り回せばラグナロクを超える、ルーンアクスも非常に強力よ。一見地味そうな名前の武器が逆に強いのは、FF5 の面白いところだな。FF5 を遊ぶときは、一度12の武器がそれぞれどんな能力を持ってるのか、知っ
っておくと幅が広がるわ。次回は政宗から解放してみるぜ。というわけで、隠された効果を正しく理解すると強弱がイメージから大きく逆転する、伝説の12の武器の紹介だったわ。次は、初見で見抜けた人はすごい、モノマネ死後の倒し方よ。小山たどぎついのが来たな。モノマネ死後は第三世界で訪れることのできる、沈んだオルスの塔のボスで、最強クラスのジョブモノマネ死が秘められたクリスタルの欠片を守る存在よ。第一世界で水のクリスタルのジョブを手に入れる時に、一つだけ取れない欠片なんだよな。午後は普通に戦うとほぼ勝てないギミックボスで、倒すためには謎解きが必要なのよね。その解決方法がモノマネをする午後の真似をすることというヒントは与えられるけど、その真の意味に気づかないと、勝利することはできないわ。私は初見の時、普通に攻撃してやられてたな。午後はこちらから何も仕掛けないと行動を一切行わず、内部で午後が25回何もしないを行うと、午後が降参して勝利する仕組みになってるわ。何もしないを行う午後の真似をするっていうトンチなんだよな。ここで何もせず待つという回答を妨害してくるのが、ダンジョンのギミックである制限時間。ゲームオーバーまでのカウントダウンが過ぎていく中で、放置するのはなかなか勇気がいるわ。言われてみれば、帰りの時間を意識しながら数分間も待たなきゃいけないのは酷な仕掛けだな。午後を倒した後も、脱出か空気が補給できる宝箱にたどり着くまで制限時間で気が抜けないから、焦りが勝利方法を見えなくするという意地悪なギミックになってるのよね。知っていれば簡単な話だけど、知らなきゃ絶対に突破できないからな。ちなみに、午後へ迂闊に攻撃すると9999ダメージが出る打撃や、フレア、ホーリー、メテオという最上級の攻撃魔法で反撃してくるけど、実は攻撃で突破できないボスというわけじゃないのよ。午後って普通に倒すこともできるのか？午後の HP は 47714 と、比較的倒すのに現実的な数値をしていて、攻撃に対する反撃も、魔法剣サイレスで沈黙状態にしてから魔法で攻撃すると防げるわ。なるほど、対応した行動しかしないからコントロールが簡単なのか。午後の HP が 33,000 以下になると、凶悪な全体攻撃を連発してくる発狂モードに入るけど、あらかじめ魔法剣フレアを使ったキャラで二刀流乱れ打ちをしたり、時空魔法クイックからの連続までメテオを連打するなどで行動前に倒せるわ。火力でゴリ押しが効く絶妙なラインの HP 設定なんだな。もしかすると初見でギミックを見抜けずに、無理やり倒したプレイヤーも少なくないかもね。FF5 はプレイの自由度の高さが段違いだから、ありえない話でもなさそうだ。というわけで、正解は気づきにくい構造で意地悪だけど、実は防御からによる解決も可能な、モノマネ死後の倒し方の紹介だったわ。次は、一見地味そうで実はポテンシャルが非常に高い、金融詩人の強さよ。金融詩人なんて全然使ったことないな。金融詩人は火のクリスタルから獲得できるジョブだけど、入手タイミングはカルナック城脱出時じゃなくて、黒チョコボがかけらを吐き出した時になるわ。ワックスがちょっと汚いって愚痴るところか。金融詩人の強さの源はなんといっても歌うで使える歌の高性能さ。特に金融詩人獲得直後から使えるようになる愛の歌が非常に強力よ。名前からして、そんなに強い歌には思えないけどな。愛の歌の効果はズバリ、消費なしの全体ストップ。しかも命中率は 99% だから、耐性のない相手にはほぼ確実に刺さるわ。その上効果時間が時空魔法ストップが180なのに対し、愛の歌は240と長いわ。本家本元のはずのストップが涙目じゃないか。それから、歌系の技は音波カテゴリに属していて、音波弱点の相手に対しては、耐性がなければレベルや魔法回避を無視して必中になる特性もあるわ。具体的にはどんな相手に通用するんだ？効く相手で終盤の強敵だと、最強の召喚獣である竜王バハムート、それから FF5 の2大裏ボスの一角オメガね。え、オメガって愛の歌で止められるのか？ボス系耐性を持ってるから止められる時間は非常に短いけど、3人がかりで愛の歌をかけ続ければ、ほぼ完全に行動を止めることができるわ。あの強敵オメガにそんな弱点があったとは知らなかったぜ。金融詩人は他にも体力の歌で手軽に全体リジェネがかけられるし、レクイエムでアンデッド全体に対して大ダメージを与えたり、最終盤は英雄の歌などで味方全体を強化できるわ。こう言われてみると、
すごく強いジョブだということが伝わってきたな。これら多種多様な効果をアビリティ歌う一つで使い分けられる上に、習得に必要な累計 ABP は175と他の有用アビリティに比べると軽いから、シーフなどの手持ち無沙汰になりやすいジョブにつけるとすごく便利よ。愛の歌は雑魚戦でも活躍しそうだしな。終盤は強力な武器であるアポロンのハープが手に入るとアタッカーもこなせるようになり、超合流の口づけで流族を与えれば、どんな相手にも大ダメージを与えられるわ。単なるサポータージョブかと思ってたが、殴りでも活躍できるようになるのか。金融詩人は使うか否かで冒険の快適性が段違いになる強力ジョブだから、次に FF5 を遊ぶ機会があったら試してみるといいわよ。早速、金融詩人中心で遊んでみることにするぜ。というわけで、雑魚戦では全体ストップ、ボス戦では能力上昇から火力役まで担える、金融詩人の強さの紹介だったわ。最後に紹介するのは、最弱から最強へ変貌するジョブ、すっぴんよ。確かにすっぴんの強さって説明されて初めて気づくよな。すっぴんはどのジョブにもついていない初期状態であり、最初は全ての武器、防具が装備できる以外には、何も取り柄がないジョブとなってるわ。HP がゼロになって戦闘不能になると、どのジョブでもすっぴんの姿で倒れるんだよな。一応序盤でもムチやアシュラなど、入手から扱えるジョブ解禁まで長い武器を使えるから、それらの武器を活用する場合は選択肢に入るけど、基本的には何かのジョブについていた方が、能力ボーナスもあって強くなるわ。FF5 はジョブにつくことが醍醐味のゲームだもんな。進化が発揮されるのは、ジョブをいくつかマスターし始めた頃。すっぴんは、マスターしたジョブの中から最も高い能力値補正とジョブ特性を引き継ぐから、ジョブをマスターすればマスターするほど、その有用性は飛躍的に上がっていくわ。忍者をマスターすれば二刀流が、文句をマスターすれば格闘を得るんだよな。そういったアビリティに枠を割く必要がなくなるだけじゃなく、アビリティ枠が二つなのも特徴で、両手持ちや乱れ打ちといった、アビリティとしてセットしないと使えないものを、組み合わせて使うことができるのもすっぴんの強みよ。他のジョブだと、固定されてるアビリティに一つ加えるだけだもんな。それから、終盤になると各武器種に優れた特殊効果が備わってることが多くなるから、すっぴんの全ての武器、防具を装備できる特徴も活用できるようになるわ。忍者をマスターすれば二刀流で二つ武器を装備できるから、なおのこと強いんだよな。例えば、一番最初に行動できる刀正宗と奥の属性を強化するウィザードロッドで、先制して連続まで強化された召喚獣シルドラを2連発するとか、クイックを使って、超合流の口づけからアポロンのハープで攻撃もできるわ。ジョブをまたいだドリームコンボが簡単にできるのが楽しいんだよな。魔導士系の装備だけで良ければ、モノマネ師も同様にマスターしたジョブを引き継げる上、自由なアビリティ枠も3つだから、こちらも最終ジョブの選択肢に上がるわね。個人的にはマントがついたモノマネ師の方が、見た目がかっこよくて好みだったな。ちなみに、能力値補正を最大にしたいだけだったら全てのジョブをマスターする必要はなくて、HP と力を文句、素早さをシーフ、魔力を召喚師から引き継げば数字だけは最強になるわ。たった3つのジョブをマスターするだけでよかったのか。最終的には全てのジョブをマスターしたら最強になるけど、かなり手間がかかるから、効率よくプレイしたい場合は覚えておくといいわよ。ジョブ特性が欲しい場合は別途マスターしなきゃいけないだろうけどな。余談だけどすっぴんにはジョブレベルの概念がないからマスターできないけど、他全てのジョブをマスターにすると、すっぴんにマスターの証の星がつくようになってるわ。全てのジョブを極めることがすっぴんを極めることという、粋な演出になってるんだな。というわけで、全ジョブマスターというやり込みの最後にたどり着く最強のジョブ、すっぴんの紹介だったわ。初見だと気づけない要素、どうだったかしら？改めて初見目線で考えてみると、わかるわけないだろって要素がてんこ盛りだったな。FF5 発売当時はゲーム雑誌や攻略本による情報提供が活発だったから、情報を知れば知るほど強くなれる構造になっているのだと思うわ。当時遊んでいた子供も、友達にそういった情報を共有してたんだろうな。逆にあえて初見のつもりで、気づきにくい要素を使わずにプレイするのも、一つの FF5 の楽しみ方になるかもしれないわね。さて、それじゃあ今回はこんなところかな？そうね。もしこの動画を気に入ってくれたら、高評価やチャンネルを登録してくれると嬉しいわ。ロマサガやドラクエ、他のレトロゲームのチャンネルもあるから、概要欄から見に行ってみてくれよな。それと動画制作を手伝ってもらってるチャンネル様のリンクも一緒に載せてるから、そっちも応援してね。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。